村田インターチェンジは、宮城県柴田郡村田町にある、東北自動車道のインターチェンジである。盛岡や仙台方面、山形自動車道から、大河原町や柴田町、角田市、宮城蔵王へアクセスする場合の最寄りインターチェンジである。なお、東京や福島方面から大河原町や柴田町、角田市、宮城蔵王へアクセスする場合は、隣の白石インターチェンジを利用すると便利である。本線出口標識の表記は下り線のみ、宮城蔵王となっているが、これは山形自動車道山形蔵王インターチェンジと区別するためである。この他にも、下り線の村田インターチェンジ周辺には、山形道方面に向かう車が誤って当 IC で降りてしまうことがないよう、村田ジャンクションへ誘導する看板が多数取り付けられている。3月24日、実験開始。東北の道の駅が高速道路からの立ち寄り施設に、道の駅、折詰、道の駅、村田、道の駅、猪苗代への高速道路から、立ち寄りの乗り直し料金が据え置きに、国土交通省東北地方整備局、東日本高速道路株式会社、2020年1月18日閲覧。高速道路からの一時退出を可能とする賢い料金の実施について、国土交通省道路局、2020年5月3日閲覧。ありがとうございます。